この際、原子力規制委員会の活動状況について説明を聴取いたします。山中原子力規制委員会委員長、山中委員長。本年9月26日付で原子力規制委員会委員長を拝命いたしました山中伸介でございます。私は5年前原子力規制委員会の委員に任命され、東京電力福島第一原子力発電所事故のような原子力災害を二度と起こさないとの決意のもとに、原子力発電所の審査検査制度の見直し、東京電力福島第一原子力発電所における廃炉作業に関わる規制などに当たってきました。原子力規制委員会は東京電力福島第一原子力発電所事故の反省と教訓等に基づき設置された組織です。委員長が交代しても福島を決して忘れないという強い思いを持ち続け、独立性透明性を堅持し、厳正な原子力規制を遂行することが原子力規制委員会にとって重要であると考えております。規制に関する情報発信と対話、現場の設備や運用の実態、規制に携わる人材育成などに重きを置き、常に自らに問いかけ、変化を恐れることなく改善を続けることが重要であり、委員や規制庁職員とともに最善を尽くす覚悟であります。よろしくお願いいたします。それでは衆議院原子力問題調査特別委員会におけるご審議に先立ち、原子力規制委員会の業務についてご説明申し上げます。まず第一に、原子力施設等に関わる規制の厳正かつ適切な実施について申し上げます。東京電力福島第一原子力発電所の事故の教訓を踏まえ強化した規制基準への適合性審査については、これまで発電用原子炉について11の事業者から27基の原子炉に関わる申請が、核燃料施設等についてのついて9つの事業者から21の施設に関わる申請がなされております。このうち発電用原子炉については令和3年9月15日の中国電力島根原子力発電所2号炉に対するものを含め、これまで計17基に対して設置変更許可を行いました。また核燃料施設等については、核燃料物質の加工施設、使用済み燃料の再処理施設等に対して、これまで11件の事業変更許可を行うとともに、試験研究炉に対して、これまで2件の設置変更承認、および5件の設置変更許可を行いました。発電用原子炉の運転期間延長については、これまで関西電力高浜発電所1号炉および2号炉、美浜発電所3号炉並びに日本原子力発電東海第二発電所の計4基に対して認可を行いました。発電用原子炉の排出措置計画についてはこれまで計18基に対して認可を行いました。このほか国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の高速増殖原型炉モンジュをはじめ計9件に対しても排出措置計画の認可を行いました。また平成29年に改正された原子炉等規制法に基づき、令和2年4月から原子炉規制検査制度の運用を開始し、事業者のあらゆる安全活動について監視を行っております。東京電力柏崎刈羽原子力発電所における ID カード不正使用事案および核物質防護設備の機能の一部喪失事案については、昨年9月に東京電力から改善措置報告書が提出されたことから、昨年10月に追加検査の計画を決定し検査を開始しております。その後本年4月に追加検査の中間取りまとめを行い、
東京電力に対応を求める事項を明らかにするとともに、本年9月に東京電力の改善措置活動を評価するための確認方針を策定し、東京電力による改善措置の効果が発揮され、重大な問題を繰り返さないための対策が実施されているかどうか等について、確認を行っているところです。引き続き追加検査を含め、核物質防護への取り組みを監視、指導してまいります。原子力規制検査については、核物質防護に関わる検査を原子力規制庁本庁の専門部門に加え、現地の原子力規制事務所の検査官も行うこととするなど、継続的な改善にも取り組んでおります。引き続き、事業者等とのコミュニケーションを図りつつ、検査制度の改善に努めてまいります。また、これ以外にも、原子力施設等で事故トラブルが発生した場合には、速やかな状況確認などを通じて、今後とも引き続き適切に対応してまいります。以上のとおり、原子力施設等に関する審査・検査を順次進めております。規制基準については、安全研究等により得られた最新の科学的・技術的知見、新規制基準に関わる適合性審査の実績等を踏まえて、標準応答スペクトルの規制への取り入れ等に関わる改正を行い、継続的に改善を行っております。第2に、東京電力福島第一原子力発電所の廃炉に向けた取り組みの監視等について申し上げます。原子力規制委員会は、東京電力福島第一原子力発電所の安全な廃炉や汚染水対策の実施に向け、規制当局としての立場から、安全かつ着実な廃炉作業が進むよう、積極的な監視、指導を行うとともに、関係省庁と等と連携し、環境放射線モニタリングの実施とその結果の公表を行っております。昨年4月13日に政府方針が決定された多核種除去設備等処理水、いわゆるアルプス処理水の海洋放出については、昨年12月21日に東京電力から実施計画の変更認可が申請され、公開の審査会合において厳正に審査を行い、審査結果をまとめた審査書案に対するパブリックコメントを経て、7月に審査書を決定し、実施計画の変更を認可いたしました。本年3月21日から25日には、国際原子力機関 IAEA によるアルプス処理水の取り扱いに関する規制レビューを受け入れ、審査等の客観性および透明性を高める取り組みを進めてまいりました。本年4月には関係省庁等と連携し、海洋放出が行われる前の海域の状況を把握するためのモニタリングを開始いたしました。東京電力福島第一原子力発電所の事故調査につきましては、昨年3月の中間的な取りまとめを踏まえ、放射性物質等の放出または漏洩経路、原子炉建屋における水素爆発等についての検討を重ねており、今後、これまでに得られた知見と規制との関係を精査するとともに、調査、分析を継続してまいります。第3に、原子力災害対策および放射線モニタリングの充実、並びに補償措置について申し上げます。原子力規制委員会では、7月6日に防災業務関係者の放射線防護対策の充実等を内容とする原子力災害対策指針の一部改正を決定するなど、原子力災害対策指針の継続的な改定を進めています。また、基幹高度被爆医療支援センターの機能強化など、原子力災害時における医療体制の着実な整備を進めると、原子力災害対策の充実を図っております。放射線モニタリングについては、原子力規制事務所におけるモニタリング担当職員の配置、および関係道府県への技術支
技術的支援等により、緊急時モニタリング体制の充実を図っております。また、国際約束に基づく国内の原子力施設に対する厳格な保障措置の適用により、国内すべての核物質が平和的活動にとどまっているとの評価を継続して IAEA より得ております。以上、原子力規制委員会の業務についてご説明いたしました。原子力規制委員会は、与えられた職責を踏まえて、原子力利用の安全が確実に担保されるよう、また我が国の原子力規制に対する信頼が回復されるよう、今後とも努力してまいります。何卒よろしくお願い申し上げます。以上で説明は終わりました。この際お諮りいたします。本件調査のため本日政府参考人として経済産業省電力ガス取引監視等委員会事務局長新川達也君、資源エネルギー庁長官官房資源エネルギー政策統括調整官山田仁君、環境省環境衛生資源循環局長土井健太郎君、原子力規制庁次長金子修一君、原子力規制庁長官官房審議官森下康君および原子力規制庁原子力規制部長大島俊之君の出席を求め説明を聴取いたしたいと思いますが、 ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。質疑の申し出がありますので順次これを許します。中村博之君。